ちゃん前は仲良くしてたのに。本当に美味しい。素敵な朝です。うん。ここから早起きしたわよ。うん。でもこのレベルのご飯用意できないけど。うん。でも切らしたの。でも洋食にしたらね楽だからね。あ、食パン？うん。うん。むしりさんのパン粉から。なんで？ん？なんで？うまいわ。うん。今度なんか頑張った日鈴波行こうね。確かに。何頑張ったら行くの？なんだろうね。前なんか行きましたもんね。うん、頑張ったって言って。全然覚えてないよ。うん。ゆきちゃん、なんか よくないのこっち。ん？電波よくないのかな。ほんとだ。なんだろうね。ほんとだね。心配だな。でも他に Wi-Fi… あ、こいつの…バカやろ。こいつ使ってたから。あ、こいつもだ。バカ野郎バカ野郎。絶対使うでない。でも他もう使ってないから。じゃあもう大丈夫か。確かにコメント欄が動か…かっこよこの骨。やばくね。え、かんざしみたいかっこよ。大好き、これの魚。うまいもん。うん。このさ、タブレット陸上の頃はさ、うん、契約してないやつってことでしょ。うん、うん、Wi-Fi 次第のやつだ。 Wi-Fi モデル。うん、一番それだ。だっていらないよね。うん、Wi-Fi ないとでも終わるよね。まあね。ねえ、仕事終わったって人いる。仕事はまさかの。何時からやってたのよ。いや、それな。疲れだね。夜勤かな。ああ、長めの夜勤だね。あれ、わかんない。だってもうだよね、夜勤。うん、あれ、わかんない。わかんない、夜勤ってどうなんだろうね。
ちらにも仕事してきますっていう方が、いや本当に頑張ってくださいね。公演に間に合うように帰るって、ん頑張れ頑張れ。結構早いんじゃない？え何時からだっけ、ちょっと早いよね。5時半今日早いんですよ。気をつけてね、早いからね、うっかり遅れてしまうことはないように。うん、メハヘルの具は白菜と白菜と大根と人参です。細かいって話？待って、さっきさ、魚の骨をかんざしって言った時にさ、うん、かんざし、髪油っぽくなるぞって書いてあった。ちょっとおもろい、髪油っぽくなる。地味おもろい。今日から早いんですか、公演？卒業公演だからってわけじゃないんだ。あ、そういうことか。卒業公演だからか、8時までに終わらせるんだっけ。あれでも普通に早く終わらせるよね。もう早く終わらせなきゃいけないんだよね、なんか今。それもあるのか。いつもより早く帰ってくるんだ、うちは。何時頃になるかね。ん？でも、わかんないよ。でも8時には終わらすってことでしょ？うん。全くわかんない。いつメイクし始めようかな。メイクするの？え、なんで TikTok 撮るから。あ、そういうこと、今するのかと思った。今メイク配信するのかと思った。しないよ、寝る。お尻よく噛んで食べるね。そう。平日は6時スタートらしい。だからちょっと早いんじゃない？なるほどね。今日はイレギュラー。うん、ん？なんて言った？6時半？平日は6時スタート、うん、え？じゃあいつも何時に終わってんだろう、公演って。8時半ぐらいってことか、うん、あ、まあそうだよな。8時までに終わらせるってことね、うん、うん。ちゃんと計算されてる。はい、私はこの後寝ます。私も寝ます。9時に配信終わって、うん、勝手に勝手に終わらせて2時間ぐらい。2時間寝すぎでしょ、むくみそう。あ、わかる。ちょっと寝すぎるってな。なんかほんと一か八かみたいな感じで、いや、ちょうどいい時に起きないとそう、本当にダメだ。うち毎回本当に毎回一か八かで、あのゆきちゃんが仕事の日とかメイクした後眠くなっちゃって、いや怖いな、むくむのって、一か八かで寝てみようって寝てむくんじゃうっていうのをよくやってます。ご飯おかわり以上。小説書いたら、ん、小説書いたら、バカ。休みの日何しようの1個目の候補に小説書く出てくる人めっちゃヤバくない？おしゃれすぎん？やばいね。今日小説書くわって何してんの？ご飯の縁についてから食べてて。
味噌汁、うん、ないあるよ。おかわりしてくれるの嬉しい。え、でももう具が少ないかもしんない。あ、ごめん、ぶつかった。え、ぶつかったの今。そんな言ううざすぎん、それは。おじいさん気づかないぐらいのぶつかり。気にしなかった。マジでもうなくない。でもまあ、秋は飲みたいだけだから。え、汁好き派の人分かっとるわ。あの人分かってます。この話前ショールームにした気がする。なんか昔は具だけが好きで、うん、お母さんが作る味噌汁の汁全部残したのよ。やばいよこれ。しかもお姉ちゃんもやってたから、お母さんほんとかわいそうだなって、うん、でもなべこお母さんは具をたくさんで作ってくれてたんだけど、今はもう汁の良さに気づいて、うん、まあちょっと汁多めでもいいかなって思っちゃうぐらい好き。うん、もうお仕事行っちゃったかな。あ、ギリいるかも。頑張って。え、そのさ、うん、だるま抱えてるアイコンかわいいね。かわいい、確かに。いつも見に来てくれる。かわいい。ね。今度ね、うん、アイコンのやつあったらね、参加しようかな。参加したいよね。わかる。もう、でもその頃には忘れてそうっていう話までもした。うんなんか言ってねって。でも簡単らしいね、なんかその作るやつに参加するのは。でもクマ欲しいんです。クマ欲しい。クマにすんの。クマのぬいぐるみ。あー、あれね。あれも簡単らしいね、なんか、うん、参加してないっていう。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。頑張れー。私も子供の頃汁残してました。うわ、なんでだろうね。嫌いな時期あるよね。今は本当に美味しい美味しいってその分取り返すかのようにお母さんの味噌汁を食べるとき言いながら食べてます。うん、48じゃない人は簡単じゃないらしい、作るの。びっくり。48の恩恵受けてるね。決めたよ。なんかサザエさんみたいに凝って魚持ってるやつにしようかな。どう？どういうアイコンにする？ゆきちゃん。サザエさんみたいに魚凝って持ってるやつにしようかな。あれ一緒だ。一緒だ。ん？ん？たまたま？たまたま。かぶった今。うん、今かぶった。あ、でもあれし。確かに。マジずるい。田辺さんに書いてもらうか。え？うん？味噌汁作る時間がないときは味噌だけむしゃむしゃ食べちゃうな。本当に。え？むしゃ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 はないな。私の知ってる味噌じゃないぞ。なんかあれ小さい頃にちょっとなんかピッてしペッてやるやつはやってたけど、むしゃむしゃはない。美味しいよね味噌。なんか、うん、ちっちゃい頃授業で味噌だけ食べた時あったよね。ないよ。え、京都だけなんで。味噌おかずにご飯食べたんだけど。ん？っていう授業。不思議。味噌を味わう、うん。え、絶対京都だからじゃない。いや、ちょっとクレイジーだったのかな。クレイジーな学校なんだ。なんかちょっと今変だなって思い始めた。変じゃない普通に。わかんない、そのさ地元の有名なやつとかじゃなくて。いや、わかんないけどなんかあった。うん、
校の着替えとかじゃなくて、そういう授業じゃなくて、腐らせるというか、そういうのだったよ、うん、ごちそうさまでした。塩分過多、何、味噌むしゃむしゃのことかな。あ、うちもでも濃くない、濃いよね、味濃いです。これご飯入れるように作ってるから。濃いよね。マシリンさん基本的に味しないことないからさ。ママだったら絶対しない味。でも自分だったらしたい味。やばいやばいやばい。味噌汁の具何好きですか？玉ねぎ。うまい。玉ねぎってさ、うん、熱通したら最強じゃない？なんか何にしても、うーん、でもうちサラダも好きだけどね。あ、まあ、苦くなければサラダ。あ、そう、苦くなければいいんだよ。うん、たまに苦い時があるから、それちょっと本当にめちゃくちゃ外れだけど、うん、でも火を飛ばすならば、うん、確実に透明になってもらわないと困る。え、でもなんかバーベキューとかのシャキシャキも好きなの、うん、普通に。なんかわかる、なんかいけんだよね。好き、玉ねぎめっちゃ好き、うん、しかも体にいいもんね。なんか血液サラサラにするみたいな、うん、だからしょっぱいのでなんか狂った血を玉ねぎが変えてくれるから。過信しすぎじゃない？玉ねぎ過信しすぎやろ。玉ねぎいいね。あ、生の玉ねぎ嫌いな人も、うん、生ちょっと厳しい。なんだっけ、なんで、でも私も生の玉ねぎ嫌いだったよ。玉ねぎサラダとかなんで好きになったんだろう。いや、苦いところがあるのを知っちゃってるからじゃない？あ、そっか。甘いとこ食べたらめっちゃ美味しいんだよね、うん、新玉っていうのかな。お店とかで食べたら本当に美味しい、ね、でもこれは絶対食べてほしいんだけど、あのゆきちゃんのママが作る、無理じゃん。ゆきちゃんのママが作る人参のドレッシングをかけた生の玉ねぎを食べてほしい。無理じゃん、絶対食べてほしい。これは絶対食べてほしいんだけど。絶対無理でしょ、みんなもう京都来たら絶対食べてほしいんだけど。無理だよ。マジでうまいから、無限に玉ねぎ食べれちゃうから。でもこれ食べたら多分ね、生の玉ねぎ嫌いな人も食べれるようになると思う。美味しいよね。うん、し、人参のこともなんか好きになるわ。あ、人参のドレッシングなのにめっちゃなんか食べれるんだよね。うん、なんだろうなあれ。よく言うねって言われた。嘘、そんな言ってるっけこれ、マジ。そんな言ってた。ほら、言い過ぎなんだって。もう本当に好きなのよ。まあ好きならいいけどさ。ドレッシング作るって発想がうちにはなかったからすごい。うん、おしりさんち、これ置きません。おい、バカだろ。これ何を探してそれ出てきてんの？ソファー探してくれてるの？普通に出てきます。何それ？おすすめで。やめろよ。次ソファー。いらないじゃん。見せたじゃん。こういうソファーにしたいってやつ。あ、足を取り外してロータイプにもなるらしい。いいいいいい。もう大体のソファーが最近それ。マジで。え、これウサギですか？ウサギじゃない。バカ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 。ウサギソファー1脚 2万です。足を外せるのは大体それも。ウサギしか外せないですよ、足は。今欲しいのは、まあでも置くならやっぱベージュがいいかなと思ってるんだけど。ウサギ？ベージュウサギ？うん、これか。確かに。でも高いね、ソファーって。知らなかったんだけど、このしまえるのも素敵だなって思って。でも絶対でかそうやん、これは。え、ちゃんと見たの？これは足を蹴るな。こんなの置いたらもう、もう終わりかな、こんなの置いたら。あ、でも自分の住みやすいのでいいと思う。置いたらやばいかな。
すごい最近あの鏡が邪魔なんだけどさ、鏡ってそこにかけれるのかな、玄関に置いたらいいかな。いいいいいい、うさぎソファーはいい。なんでそんなにいいやろ、いらんやろそんな。うさぎソファーいい、うさぎソファー24歳の落ち着いた生活にさ、うん、ダメ、必要ない。なんか囚われてんだよねマジで。うさぎソファー置かないやろ。なんでゆきちゃん家でも置かないやろ。いや、うちは全然いいよ、来ても絶対嘘、受け入れるから。絶対嘘。どうソファーだったらいい。足ついてるのはちょっと恥ずかしいけど。あ、またおどろかさが悪いになってるよ。ほんとにしちゃった。そう、空気清浄機買ったばっかなんだけど、だからちょっとソファーはしばらく先の話になるけど、ちょっともうちょっと悩みたい。ソファーね、どうしたらいいかな。なんかここにいすぎてお尻が痛くなってくるんですよとかなんかパソコンを触ってる時にこの体勢でこうずっと、わかるかな、この体勢、何、どうしたらわかるかな、こうやってずっとこうやってずっと編集してんのよ。全然みゆきみゆきにしか見えてないじゃん何してんの、何これ、何してんの、本当にここにこれ置いて、いや、じゃあなんだか誰に見せてんの、うん、これ見えないってみんな言ってるよこれで編集してるんだけど、うん、だったらこれやばくない、もう結構、ね、こんな色だった、もうちょっとなんか綺麗な色だった。これ裏返して履いたら肌傷つきそうなぐらい毛玉ついてこのズボン大好きなの、このズボン可愛くない、このズボン可愛くない、可愛いけどほらもう人傷つける勢いで毛玉ついてんだけど安い買ったからさ、えぐい毛玉、えぐいもう何も見えてなかった。うそ、意味ないよ、そうしたかったんだ、意味ないやん、ね、確かに。でもここにあったら完璧だよね、この家でしょ、うん、でもこれもこの大きいクッション、いかし、このクッション、え、置いとくでしょ下に、足置きか、まあ普通に下に座りたくなったらそれ置けばそこに行けば、で机がでかいかなって思ったのよ、そうなってくると。え、この机埋まってる時あったのに、もうで、うん、机を排除しようか迷ってるレベルや。机があるから甘えちゃう。なんかいいねして気がするな、うちもツイッターで、なんかツイッターじゃないわ、インスタで、どっちでもいいってもう1年後になってきた、あ、大きで大きで大きで、ねえこれ可愛くない、ダメ、こないするじゃ、牛さんだっけ、絶対買っちゃダメだけど可愛い。あとこれ見て、え、柄、うん、え、可愛い、え、何匹いんの、めっちゃいんの、綾部さんの、みんなインスタ見てください、犬が群がってる動画、え、みんな可愛くない、こいつ可愛い、何匹いるんだよ、めっちゃいいじゃん、ちょっと柄違うし全部乗った。え、すごいね。大人もいた。本当だ、大きいのいる。なんかかわいい。え、牛みたいなのいるね。豚？何？なんかかわいい。うちこの犬飼いたい。この種類の犬飼いたいかも結構。何匹？五匹。この家五匹？5匹でいいかな。怖くて来れなくなった。なんで犬好きじゃないの？犬好きだけど、あの、あるサイズを超えた瞬間に恐怖に感じるんだよね。これ可愛くない、可愛い、何作ったの、スピンジ、うち作ったね俺机保存しないっけ、保存しなかったらしい、めちゃくちゃ小さい机があって、うん、すごいそれがいいなと思ったんだけど、
眠いよ。え？大丈夫？眠いよ。心配かもちょっと。ここで寝てもいい？うん、別にいいよ。うちも寝るけど。よしりさんに起こしてもらう。スキン重大だ。起こし方は、うん、うわっ怖い怖いよ。ヨギボーってさ、でもさあんま座りすぎてると腰痛めるっていう。あ、これも同じか。いや、もっと同じ同じだよね、絶対。ニセボーだけど、これはニセボーじゃないわ。人をダメにするソファーやわ。ダメになってる。でもマジでやってほしいの、本当。こうやってやってほしい。だから見えないんだよ。これ本当マジか。さっきから言ってるけど見えない。だってこれさ、こうやってることによってさ、むくみも取れるじゃん。地味に本持ってんのやめて。そう、これ宣伝しようと思った。なんなん。これじゃあ見せてあげる。おしりさんの本に人に。こうやってうちパソコンいつもやってます。こうやって。ギリ画面も見えるか見えないか。これ24歳の丁寧な生活に入るんですか。手元もギリ見えるかぐらい。だからなんかあの台欲しいね。最近さ話題ですか。受ける台欲しい。ああ。まあ、キーボードもギリ見えるかみたいな。おしまいですけど。なんか。でこの人を傷つけそうな毛玉を見せとか。よーい。やめろよ。こんなわからんや。てね、めっちゃ映りいいからこれ。だってこんな違うもん。顔真っ白。確かに顔が10分の1ぐらい小さい。え、じゃそっとじゃないのよ。めっちゃマジ映りいい。口開いてる写真で可愛いの初めて。いつもね口開いてんのね選んでもらいがちなんだけど、可愛くないのよ。明日楽しみにしててください。え、そう、明日楽しみにしててね。これも可愛くない？ほら、まあ、丸いけどシュッとはしてるかなっていう。うちにしてはちょっと顎あるし。同じ顔して。怖い。どうかな、かな、どんな顔したのか覚えてない。撤収。怖い、撤収。みんなゲットしてね。でも明日もってゲットしてね。あれ、待たなくてもいい。待たなくてもいいからゲットしてね。めちゃくちゃ漏れてるんでこれマジで。ピース。さあ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 、ね、帰ろうとしてんじゃん。え、帰んない、ここで寝るよ。本当にここで寝てくれるの。うん、やった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 。何の靴下ですかそれ。猫。この人からもらいました。あのアレンド猫だ。チーミーチーミーなんだっけ。チーミーなんだっけ。チーミーあれでしょ、魔女の宅急便だ。そうだよ。チー、ジジ。あ、ジジ。チーミー、ジジだ。どっかの国の数字。チーミーでした。記憶力終わってる。昨日もおじさんが分かんなくなっちゃって大変だった。ん、おじさん。うん、なんかゆきがさ、あのコロナで頑張ってるお店の。いや本当にやばいよ。なんかコロナの影響で多分外での販売を始めたとこ、お店があって。そう、なんかお家で食べてくださいみたいな。そうそうそう。でゆきちゃんがなんか帰りに。なんかすごい、そのままうちんちに来たんだけど、なんかすごい荷物持ってて、え、どうしたのそれって言ったら、なんかそういう人がいて買っちゃったって。めっちゃいい人エピソードだった。普通になんかね、ちょっと買っちゃったってなって。でそれでなんかすごいそれが美味しかったから、え、私も食べたいってなって、え、じゃあもう一回行こうって言って、なんかその時にゆきちゃんがすごいなんか優しいおじいさんみたいな、おじいさん、うん、が話しかけてくれて、なんかついつい買っちゃったんだって言って、そのおじさん見てついつい買っちゃったんだっていう話だったから、
どんなおじいさんなんだろうって、素敵な人なんだろうなと思って楽しみにして行ったんだけど、なんかゆきちゃんそのおじさんの顔全然思えなくてなんか あの人って言ったから、うん多分そういやでも違うかもしれない、いやマジわかんなかったもん、全然覚えてないの、めっちゃむずいわ、最悪じゃない、何人かまあ確かにおじいさんというかおじさんはいたんだけど、さすがにさっき分かんないよ、さっき来店してしかも結構おしゃべりしたって言ってたのに、さすがに覚えてないのはまずいかなってちょっと思ったんです。だって結構聞いたの、なんかコロナどうですか、うん、みたいな、そんな話をしたのに一瞬だね記憶で、9割減ですよって言われて、なんかもう悲しい、うってなって、うん、めっちゃかゆおうって思ったんだけど誰か分かんなくなっちゃった一日で顔忘れちゃったね、その30分後ぐらいに行ってもうすでに見失ってるわけじゃん、うん、もう多分分かんないよ、もう無理だよね、ちょっと最悪でしたね、本当に人の顔覚えられないから、おしりさんだったら絶対覚えてるもん覚えるやろ、マジ覚えれないんよね、でもなんかあのおじさんちょっと独特なマスクしてたしな、いやあの人か分かんないよね、もはやさすがに覚えておいてほしいよね、分かんない、まあ、仕方ないよ、でもまた行く、なんかもううちらは買わなくてもやっていけるチェーン店買うぐらいだったらあそこ買うなって思った、ん街を支えなきゃ、まあでも普通に美味しかった、めっちゃ美味しいの、からなんか普通に食べる行けるようになってからもう、うん、ね、そうお店普通に行きたいよね、食べれるからめっちゃいいね、味付けだったのよ、うん、店員さん優しいし、うん、寝るか、もう9時やもんな、寝ようかなっておかしいよね、夜の9時みたいなテンションで言ってくるうちらうわごめんごめん自分のよだれでなんか喉つまって聞かなきゃよかった、ごめんごめんごめん、なんかごめん、あ言わなきゃよかった、ごめんごめん、こういうのになっちゃう、ごめん、いや2人とも悪いよ、だ2人ともうってなったら私も悪いしね、普通に言ってくるおしりさんも悪いごめん言っちゃった、悪いよ、うんワイもマスクしたか覚えられないって言ってる人いる、ほらマスクの有無にはまあ特に関係なく覚えれないんだけど、うん、まあ、仲間だね、そういう TikTok あったよ、見たことない、なんかマスク外して何年か後マスク外して、あ覚えてる誰誰だよって言って、うんみたいな相手顔がなってであこれこれみたいな、マスクこうやってつけて、ああ、TikTok あったよ。そうなの、マスク込みで覚えてんだ。そう、何年か後は、うん、今の時期に会った人は何年か後もマスクして会わないと顔覚えてないっていう皮肉な TikTok があった。えぐいな。えぐい。寝てる時気をつけないと、あよだれの件がなんだろうと思った。何に気をつけ。あでも大丈夫かも寝てる時は。多分大丈夫でしょ仕事しますって頑張ってね、今日も元気にいってらっしゃい、こいつは壊れたんかな、ね、動かなくなっちゃったね、ここがいけないのかな、でもこれついては、あでも人数増えた、ついてはいるらしいね、まあいなんか Wi-Fi が昨日 Wi-Fi らしきもの見つけてさ、ごめん一生喋っちゃうんだ、何 Wi-Fi らしきものって、なんか整理してたらこれ Wi-Fi のやつだよね、確かに、えこれそうみんなに聞きたくて写メ撮っといたんだ、明るくすると見えない、逆に、うん、これ何、これがなんか見えてんだ、ラグいだけか、あそうなんだ、いや分かんないな、これがなんかWi-Fi のソフトバンクの取り付け工事をした時に外したなんか中に入っ
出てコンセント外した。別で買ったような気もなんかすんだけど、何なんだろう。ルーターは何し、これなんか使えるの？これちょっとこっち側ね、すごい反射しちゃって、 NEC って書いてあります。ランランラン、小ギガ2.4、なんちゃら。あ、腰痛い。これなんだろねえねえ、ちょっとう。これを使今う。言っちゃ、今その話してる時に言っちゃ悪いんだけどさ、ちょっとゲームさせて。何の？遊びたいぜ。うわ、嘘。ごいいめよ、全然喋ってるから一人で。ん。うん。